鎌田です。今回は私のおじいちゃんについての動画をお届けしたいと思います。おじいちゃんのおかげで、今やっているですねコリッコのオリーブオイルにつながったということなんですけども、それは私のおじいちゃん鎌田数奇は晩年に書家として活躍したんですね。でもう一番大きなところでいくと、そのイタリアの、すごい有名な貴族名家ボルゲーゼ家の、お城宮殿で書の実演イベントを行ったっていうレジェンド、伝説を残しておりまして、その様子ですね、僕はその時小さい時だったんで、その様子、一緒にサポーターとしてついていった、父会長にちょっとインタビューしながら、当時の様子で、そして今15年経った今、振り返ってですね、どういったことだったのかっていうことを、この動画に残しておきたいということで、皆さんにお届けします。ではチャオ。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。今日は鎌田数奇イタリアボルゲーゼ宮殿訪問についての動画を、見ていただきます。それでは動画をどうぞ。どうぞどうぞ。マエストロ。あ、おめでとうございます。はじめまして。マリコプラティです。あ、そうですか。はじめまして。鎌田です。はじめまして。ラミアンでございます。ラミアンです。主人でございます。はい。ご主人。今日は、はい、ありがとうございます。後で。あ、そうですか。どうもお世話になります。で、マジさんはしたら tanti anni in Giappone, era il direttore del turismo. Ho imparato solo tre parole. Maestro Kamata san. いろいろ皆さん集まって、和やかに名刺交換とかですね、握手とかそういうことをこうやりながら人が集まっていただいて、でその中で、書の実演ということになりました。で皆さんですね、もちろん書を書くところを見るというのはもう初めてのことですから、興味津々といいますかですね、そういう感じで、でビデオを見ていただいたら分かると思うんですが、数奇が非常にこう、張り詰めていく雰囲気をですね、書というか白い、なんですか、半紙といいますか和紙を、ね、目の前にして、気合を込めていくところで、見ている我々もみんな気持ちがこう何と言いますか、緊張感が高まっていくという感じで、その中で気合とともにですね書を書くんですけれども、数奇の書き方の特徴として、大きな字をですね、一瞬といいますか短い時間で書くというのが非常に特徴なんですが、本人にある時聞いたらですね、もう書く前に字が見えていると、でその字をただなぞってるだけだと、そういう言い方をしてましたけれども、そういうことが行われて、皆さん本当に書き終わった時はですね、ため息といいますか緊張がほぐれたため息とともに拍手喝采ということになりました。で書を3つですね、飛ぶという字と夢という字、それと、数奇がよく書いてました円章ですね、丸に笑顔と笑いというこの3つを、書いて、特に最後のですね炎症の時のこの笑顔といいますか、顔を見た時には皆さん和やかにですね、楽しい感じになってました。
顔になるか。あれちょっと待って。ビーザ。デントロ。メンテラル。でその後に、別室に移って今度はあのお食事とですね、でその後に、スーキが、抹茶をですね、お抹茶を立てて皆さんに、ご馳走するという形になりました。あそこの抹茶の部分は、うん、なんかろうそくの暗い薄暗い空間のように動画で見えたけど、うんうん、まあ、あのというか、宮殿自体があの電気があまりないですね。つまり中世の建物そのもので、実はこの建物はあのオリビア8世ってちょっと古い女優さんがいるんだけど、その方がやった、ロミオとジュリエットって映画があって、それの実は撮影の舞台になった宮殿で、あの昔の中世の間取りというか雰囲気がそのままに残っているところなんですね。で実はそういうところ、中世の時代にもちろんあの電気はないですから、後から電気工事をしないといけないので、結構あのなかなかあんまり電気がないといいますか、あの居住区というか自分たちがお住みになっているところはちゃんと設備してあるけれども、まあ、他はそうでもない。で、まあ、だからこそ実はあの色合いの中に原色が多いという特徴もあるみたいですね。電気がない部屋だと原色っていうか、だからよく分かるようにっていうことでしょう。あと光の取り方だったりとか、あのろうそくの火でよく映えるような、まあ、あの金とか黒とか赤とかそういうのが、まあ、結構よく使われている。そういう何ていうか資格というか、そういうことみたいですね。その抹茶提供はどんな感じでしたか？抹茶提供も、まあ、あの日本人の方も何人かおられたので、あと日印協会の方とかもちろん抹茶をあのたしなんだことがあるということなんだけど、まあ、他の方はあまりそうではないので、あのむしろ非常に興味を持って見ていたし、
味もですね、すごくこう喜んで美味しいということを言ってましたね。はい、で今見ていただきました、ボルケーゼ宮殿訪問はですね、平成18年の5月29日から、6月6日まで、鎌田鈴木と一緒に、イタリアボルケーゼ宮殿を、訪問しまして、書の実演イベントを行ったということなんですが、まあ、経緯がありまして、どういうことかと言いますと、平成17年、まあ、その前の年、バチカンの、日本大使のご夫妻とかですね、あのボルケーゼ宮殿で書を書いたのはあの時が歴史上初であって、